いいの来い。確定だからね。お、3個来た。はい、どうもタクタクです。さあ本日はですね、ただいまタクタクがハマっているゲーム、バルキリーコネクトをちょっとやっていきたいと思います。こういう感じでですね、キャラの声優さんがですね、かなり多数いらっしゃるみたいで、これはやります。これ山口勝平さんですね。結構ね、有名声優さんもね、トマトジュースよく口にできるわね。有名声優さんがかなり多い。そして何よりですね、このゲームのいいところとして、めちゃめちゃガチャ引けるっていうね。これ見てくださいよ。今日クエストをクリアするとこんなに、ほら、ダイヤっていうのが、この中でのまあ通貨みたいなもんなんですけど、これで結構ガチャが引けるんですよ。なので今日はまずはために貯めたダイヤ、こちらを使ってガチャろうかなと思っております。なんか期間限定サマーキャラガチャとか、あとは遠距離キャラ&装備確率アップとか、初心者支援、初心者応援ガチャとか、ダイヤガチャか、これはまあ普通のやつなのかな。まあ初心者応援ガチャということでね、なんかステップ1 50% オフとか言ってれば、これから引いていこう。よし、行くぞ。じゃあ10連いきます。 OK。 さあこれを下に下げるとどうなる。起きた。なんか虹色のノート、金色のがあるな。お、なんだろう、これ盾かな。装備品ですね。おお、装備品。はい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 。まずは装備品のガチャなのかな。なんか星さんが出ればいいやつらしいですよ。お、この子はね、5×5? 激レア。これ激レアなんだ。お、これも激レア。まあね、わかんないんだけど、ほんと始めたばっかりで。あ、新キャラですね、これ。金と力、なかなか、あれですね、現実感のあるお話で。ちょっと。あ、これね、板当たった、さっき。×5! 一気に5体手に、5枚手に入る。この、イズンのソウルとか、そのキャラソウルによってキャラが進化したりとかするらしいんで。なるほどね。これが1回目ということで。まだね、何がいいかとかわかんないんだけど、星さんがなんか出ればいいみたい。初心者応援ガチャ。ステップ2、星3キャラ1体以上確定。じゃ、この確定ガチャを引けばいいんじゃないか。行くぞ。それはもう、もう武器も出てくればキャラも出てくるっていう、そういうガチャですね、これ。さあ、どうなる。もう確定してるからね。あ、確定の時の人が、あ、なんか見て、虹色のが2個。お、この子やたら当たるな。バトルアイドル剣なんかと剣、まだ2だね。星、お、激レア。あ、フレイヤ聞いたことあるわ。北欧神話の、まあ、バルキリーコネクト自体北欧神話みたいのがね、みたいっていうか北欧神話が舞台になってますからね。おお、なるほど。さっきも当たったような。あ、出た。あ、ちょっと待って、急にイズンだけカットされたな。あら、誰この子。星さん強いのかな。新キャラはこういう感じで、ソウルではなくてキャラとして排出されるということですね。なるほど。でもこう初心者支援はもう、あ、まだあるよ。初心者応援まだありますよ。今度は星3以上の装備、これはもらっておくべきでしょう。これも行こう。もうガンガン引いてますけど、ガンガン引いてますよ。いいの来い。確定だからね。お、3個来た。うまうま。あ、この子持ってるよ。この子ストーリー進めると ×10。 慣れ合いなんて必要ない。慣れ合いなんて必要ないと。またこの子出てきた。結構当たりやすいのかな。お、初めて見た。僕の夢はきっと
君の助けになる。初めて見た。お、この子か、星さん、格闘家。欲しいものは、さっきも出たな。ソウル持ってるやつはソウル化するのかな。ほうほう、弓が。え、何今の、これ何、ピンキーハーディ専用、これ何なの専用、新ピンキーハーディ専用ってどういうことだろう。ちょっとわかんなかったな。まあまあまあ、使ってみたい。あ、お、終わりましたね、初心者応援終わったな。どうしよう、サマーキャラガチャやった方がいいのかな。サマーキャラガチャやった方がいいのか。どうしよう、まだ余ってるダイヤ、まあ、せっかくなんで、あと13日、あと13日間しかないこのサマーキャラガチャやるか、行くか、これやっとこうか。行くぞ、この流れで。星さん確定演出、虹色になればいいんでしょう。あ、これ来たんじゃない、あ、これ来たんじゃん。あ、来た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 。あ、またこの子、すごい、この子もう進化できるのかな。おお、奏でてくれ。この子もいい感じに集まってきてるな。金と力、何が一番いいのかな。これもレアでしょ、虹の恋、虹のさ、星さんくれ、星さん。お、防具ですね、これ多分。あー、この子来た、スクルド、やったじゃん、限定キャラ出ました、常夏の戦乙女スクルド。これはいいぞ、これ使おう、早速ね。はい、というわけで、まあ、まだダイヤ1454ありますけど、まあ、今回結構いいだけ引いたので、今ゲットしたやつを集め、育ててね、今ゲットしたやつを育てて、次回ね、ついにクエストを何かやっていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。それでは今回はガチャ動画ということで、初めてのねバルキリーコネクトの動画でしたけど、こちらを育てていきます。そして結構引けるので、ぜひプレイしていただきたいなと思います。こちらのゲームのですね、ダウンロードですが、動画説明欄の URL からダウンロードできますので、ぜひそちらからご利用ください。それではまたお会いしましょう。ではまた。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さらに、7月6日から HTV で放送されるゲーム実況バラエティ、鉄卓ハウスの YouTube チャンネルも登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。